2021年度入試、慶応大学が競争大激化、併願学部数は2ってことになるんですよ。今までと比較するともう想像もつかないぐらい合格しにくくなってくることが予想されるわけですよ。さあ、始まりました、ぼっちチャンネルです。さあ、今回はやってまいりました、準レギュラー。平瀬や、どうも、早稲田合格塾代表の平です。ごめん、もう一回言っていいですか。そんな、ここ、ここもう一回やろ、ここでしくじっちゃった、もう一回言ってください。さあ、始まりました、ぼっちチャンネルです。さあ、今回やってまいりました、準レギュラー。平瀬や、ライブ終了後、スタッフをねぎらうも、何を言っているかさっぱりわからない、吉川晃司。わー、おたてーおたてーおたてースパルタ X みたいゲームね、どうやらどうやらお疲れって言ってるらしい。そうなんですね。お茶当てーって言ってるんですよ。すげえな。そんなことはどうでもいいんですよ今日はね。そんなことはどうでもいいんですよ、はい、癖の強いキッカー工事にも負けないぐらい、はい、今日は平くんらしい癖の強い1回になります。今回は久々にちょっとこうやらせていただきます。2021年度入試、慶応大学が競争大激化。おー、早稲田の服っていう。そうそうそう、はい、実はね、早稲田もこれ無関係ではないんです。あ、そうなんですね。慶応の入試がもう競争が大激化するんじゃないかという予測を立てております。おいおい。で、なんでそんな予測が立つかっていうと、これ2つ理由があります。おい。早稲田大学の動向と、それから東大とか京大をはじめとする、まあ、難関国公立の滑り止め軍団の動向、この2つが、まあ、関わってくる話なんですよ。おい。で、今回のお話はもうまるでなんか競馬の予想屋のような気分で僕はちょっと話すことになると思うんですけど。そうですね。じゃあ皆さん動向を開いて。そうですね、面白い。あ、そうなっちゃうのかなって、こうちょっと都市伝説を聞いてるような感じで楽しくお話を聞いていただけたらと思います。都市伝説かよ、はい、信じるか信じないかはあなた次第みたいな。うん、まあ、でも、はい、だけどここ5、6年慶応の志願者数って数千人単位で毎年どんどんどんで減ってるんですよ、うん、だからそれがこうなんか止まったりとか、なんならちょっと増えたりとかすると、平が当たったって思っていただけたらと思います。おー、そうだな、はい。さあ、ではまず皆さん、早稲田大学の動向が大きく関係してきます。こちらをご覧ください。ドン。こちらね、早稲田大学の総志願者数になります。これ2019年度のデータなんですけど、111,338人が受けてるんですね。もう凄まじい桁ですよね。戦国時代だったらなかなかな、ね、一軍団になりますよね。で、一般入試は92,787人、この11万っていうのはセンター利用も合わせた数字ですね。で、実志願者数っていうのが分かるんですけども、実志願者数が59,65人で、センター利用の実数っていうのはちょっとこう公表されてないんですが、まあ、そんなに何万人もいるわけないので、まあおおむね実志願者数、一般入試の実志願者数はまあ4万数千人の範疇だろうと、まあ、4万2、3000人ぐらいかなっていう感じですかね。指定校とか入ってないですか。あ、これはもう一般入試の数だけです、はい。で、こうなってくると、こう早稲田大学のある予想ではありますけど、平均併願学部数は2ってことになるんですよ、はいはい、これってね、正直ちょっと不思議な数字なんですよ。マジかっていう違和感がすごくあるの。なんでかっていうと、まあ、森田先生もご存知の通り、早稲田受ける人ってさ、もうそれこそなんならもう2とかですら少ない方、うん、3つぐらいがまあ大体平均ぐらいかなとか、そうですね、で、すごいやつだと4つとか5つとか受けてローラー作戦するやついるわけですよ ね、 そうそうね。もう腐るほどそんなのがたくさんあれだけいるのに。屋根助とかさ。そうそう、屋根助もそうだったね。屋根助にならなければいけない。なのにこの併願学部数が予想が2ってどういうことなのか。まあ確かに、うん、そうですね。大体ね、この文学部とか受ける人は文文科、文校はもう必ずですからね。教育とかってやって、うん、社学も行くたりとか。この間来てくれた、ね、奥倉さん、奥倉さんもそうだし、うん、そうですね、2なんです。これなぜか、うん、はい、答えはただ一つなんです、はい、東大京大とかをはじめとする、まあもうこいつらは東大京大軍団と言っちゃいますね、うん、東大京大軍団の滑り止めがせいぜい1個しか受けられてないからなんですよ、うんうんうん、じゃないとこの数字は出ないんですよ。なるほど、うん、つまり本来、まあ、今までは早稲田に関してはどのぐらい滑り止め軍団が受けてたかっていうと、もう政経1個とか、うん、法学部1個とかそんなもんだったんだなってことが分かるんですよ、この数字から。なるほど、うん、で、ただしなんですよ、今後の話なんですけれども、21年入試から早稲田政治経済学部の募集が450から300になっちゃうんです、うん、
となってくると、まあ、今までと比較するともう想像もつかないぐらい合格しにくくなってくることが予想されるわけなんですよ、はい、ってなってくるとこれがどうなってくるかっていうのがちょっと今回のお題のテーマで、あのお題のテーマ、うん、まあ、お題かぶっとるかな、かぶっとるかなと、はい、まず予想その1としては、まあ、この可能性がまあ僕はもう 50% ぐらいかなと思ってるんですけど、はい、何も変わらない、要は、まあ、東大京大の滑り止め軍団もわざわざ早稲田のことそんなに調べないから、うん、もういつもと何も変わりなく普通に毎年のように受けて、でもなんか実際の合格者数だけは減ってるみたいなところで、うん、まあ、話は落ち着くかなと、うん、でこれだったらね一番平和なんですよ、うん、なんでかっていうと東大京大の滑り止め軍団はせいぜい早稲田政経法は受けても小社学とか下の方にはまあそんなに降りてこないので、うん、これは一番平和なんですよ。そうですね。で可能性その2なんですよ。この早稲田政治経済学部の減り方にちょっと危機感を覚えた超難関国立の滑り止め軍団が、うん、もうちょっと受けようかなみたいな感じで例年と比べてちょっとこう思考が少し広がっていく滑り止めになるんですよ、うん、この可能性が怖いんですよ、うん、でこうなってくると何が起きるかっていうと、まあ、慶応に行く、そう早稲田の中位から開学部に行くというよりは慶応も受けとくかとか、うん、あるいは慶応もね、早稲田慶応一つずつぐらいに考えてたけど慶応もう一個ぐらい受けてみるかみたいな感じで、うんうんうん、慶応に対するこう意識が大きくなる可能性が非常に高いんですよね。でこうなってくると何が起きちゃうかっていうと、ただでさえキャパのもう早稲田とは比べ物にならない慶応のキャパがもう大変なことになる可能性があるんですよね。少ないってことですね、はい、こちら見てください。少ないですね慶応は、はい、ドン。慶応大学の総志願者数は、モルテチャンネル厳しいですからね、これね。41,875人、うん。で、実志願者数が28,576人なんですよ。うん、もうね、総志願者数ですら、早稲田の実志願者数に及ばないんですよ、数字がね。併願率は慶応は 1.47 なんですよ。まあ、早稲田よりちょっと少ないぐらいなんだけど、まあ、なんせ数が違いすぎるから。そうね、うん、早稲田しか受けてなかった層とか、総計が例年通りだったら一つずつだったような層がもう慶応に流れていく可能性があるって考えると、慶応大学入試が非常に激化する可能性が高くって、なるほど。あと慶応の特徴なんですけど、早稲田ってなんかこうほら政経商社学みたいにこう上から下に流れていく縦の流れみたいなのを感じるんだけど、慶応って結構森田先生とかもほらね、千葉大と文学部だったですけど、はい、みたいな感じで結構ね、まあ、看板となる経済法は当然として小学部文学部ぐらいまで結構散るんですよね。うん、なんかあんまり早稲田ほど縦のランキングみたいなものを感じないというか、うん、でこれはね散りやすくなるんですよ。例えば一橋のやつらなんか慶商大好きですからね。そうですね、併願します、うん、昔はね予備校でもね、うん、併願コースがありましたからね。ああ本当ですか、はい、そんなこんなで、まあ、ちょっとこう来年慶応入試が大変なことになるんじゃないのかなという、うん、まあ、ちょっとこう可能性を僕は視野に入れて観察しているところなんですね。でも慶応ってほら小論あるからね、そういうことなんです。それでやりたくないって人多いじゃん、ね、なかなかね勉強でも一番捉えどころがね難しいのがやっぱ慶応の小論だと思うんですけれども、そこがね森鉄チャンネルよくぞやってくれましたってとこですよ。視聴者のもう準備できてるから、はいはいはい、視聴者の声を取り入れるのが森鉄チャンネルじゃないですか、はい、ね、皆さんスーパーアルティメットアンリミテッドゲスト講師を用意しております。なんで限界がないの。もうね今の日本で慶応の小論文対策を話させたらもうこの人以上はないから。で、まあ、僕らの職業柄でこう呼べるっていうかね、もう普通とは考えられないね、あの方を呼んでおりますので、震えて眠れ。震えて眠れ、そういいことじゃないじゃん。いいことじゃないのかな。武者震いですよ。武者震いして。そう。じゃあゲストが来るってことですね。はい、そうです。もう多分こう映っちゃってるかもしれない。最後のところ。そうなの。小論文ってほんのちょっとしかやらないっていう人がやっぱ非常に多くて、はいはい、で受かった人もじゃあいっぱいやったかっていうと、やった人もいるんですけども、そうでもないよっていう人もいるんですね。なるほど。なるほど。じゃあそういう形で慶応が、はい、外れても恨むなよ。じゃあ次回は小論対策というのについてちょっとね聞いていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.